吉田さん、速稼塾の久保です。私ね、先日といっても昨日か一昨日のことなんですけども、永遠の生命っていう動画を出したんですよ。もちろんタイトルは違います。話の流れの中で私は永遠の生命を手に入れてるっていうお話をしたんですね。多分今回吉田さんが送ってくださった内容っていうのが結構シンクロしてるんじゃないかなと思ったんで、ここでも紹介させてもらいます。どういうことかというと、私の人生は無限ではありません。おそらく、80年としたらね、80年かける365日かける24時間という計算式で成り立つでしょう。それ以上に伸びることはないと思うんですよ。これは皆さん分かりますよね。吉田さんもそう思いますよね。ただですね、私の YouTube の動画はおそらく総再生時間はそれだけじゃ済まないぐらい膨大なものです。おそらくですね、私の人生かけることの時間以上に私の YouTube の再生時間は伸びるはずなんですよ。しかもそれは YouTube がある限り永遠に伸び続けます。ということは、私の考えや間違いや成功談や自慢話とか愚かな話、宇宙人の話、エッチな話、全部私は人類に語りかけつつ、この地球というものがなくなるまでずっと再生され続けると思うんですよね。永遠の生命じゃないですか。ですんでね、ここでもう一つちょっとね、直近であったエピソードなんですけども、私ね、この半年間生活保護の方とか生活困窮者の方が稼ぎ方を教えてくださいと、速稼塾に入れてください、お金はありませんっていうふうなね、お問い合わせをかなりいただいて、私の速稼塾は頭金3万円なんで簡単に入れますよという話をしました。そうすると、その3万円すらないんですよという話をするんですよ。じゃあ3万円すらないんだったら、いくらだったら頭金払えるのか、それを交渉してくださいと話するんですよ。その中で最低入学金額は1000円です。1000円払って、とりあえず残りの2万9000円は毎年500円ずつ払いますということなんですよ。それに対して私はね、繰り返しメッセージをお送りしまして、ここでは割愛しますけど、メッセージをお送りしまして、そしてその方に丁寧に対応しました。で、その方は1000円で入塾されたんですよね。で、なんでね、こんな私の話までそこまでして聞いてくれるんですか、繰り返し聞いてくれるんですかというふうにお問い合わせいただきましたよ。それはですね、私のやり方なんですよ。それが、金を持っていようが持っていまいが、その人がね、金払いが良かろうが悪かろうが、自分の身を切るようなお金が3万円だろうが500円だろうが10万だろうが、みんな状況違うんですよ。その上で私という人間はいくらで買うのかっていうことなんですよね。もちろん一切お金は払いたくないって方もいるでしょう。私にだったら1000円だったら入れるって方もいるでしょう。どんなに無理しても500円も無理って方いるでしょう。でも私はとにかく、あなたがまずはね、最初にやるビジネスってのは、私を交渉によってあなたの言う金額まで引き下げることでしょ。これをもしやらないんだったら入塾しても稼げないんですよと。そういうことをね、繰り返しいろんな角度で申し上げたんですよ。まあ途中からね、その方は結構感動されてきてね、ものすごいありがたいメールを送ってくださったりとか、いやちょっとね、限定公開なんですけども、早速音声をね、 YouTube で投稿してくれたんですよ。もちろんちょっと女性の方だと思いますんで顔は出せなかったんですけども、声を暗闇の中でね、声だけ聞こえてくるような感じで、ちょっとタンスの肩が映ってるみたいな薄暗い動画だったんですけどね、それを送ってくださいました。ということは何かっていうと、速稼塾に入塾する前に史上初、人生初、 Google で YouTube のアカウントを作って私に動画を送ったっていう体験をしたんですよね。これは YouTuber として活躍したいと思って速稼塾に入ってもなかなかやらないことを一歩先にしたんですよね。すごいじゃないですか、できるじゃないですかってことなんですよ。必ずしも背景が素晴らしくなくていい、必ずしもあなたが映ってなくていい、ただ私にメールが打てるんだったら動画は出せるでしょということなんですよ。もちろん動画にいろんな制約があってダメって方もいらっしゃいますけども、もしできないんだったらね、できないんだったらどうせ稼げないですよと。 YouTube の世界に入らない、もしくは将来入ろうと思うんだったら今日稼ぐことはできないですよっていう話もその中に言ったんですよ。さあ、いかがですか。私はですね、走行中の車の中から音声で回答を送ったことも、もちろんハンズフリーですよ。それもしかも何年も前です。まあ、ですんでね、場合によっては車を止めてそこで音声を録音して YouTube にアップロードして、その URL をお送りするってことで移動しながらでも対応してきたんですよ。じゃないと人生って有限じゃないですか。そして私の答えを求めてる人には一秒も早く返したいじゃないですか。それはね、売れる売れない、儲かる儲かんないって以前の話なんですよ。とにかく私は目の前の人に誠心誠意やる、それだけなんですよ。でも多くのアフィリエーターとかネットビジネスのセールスマンっていうのはやらないです、これを。なぜなら、売れそうな客、美味しい客、AAA の客、星3つの人に集中的に行って、なるべく高く売る、アップセールをする、この繰り返しです。で、売ったら作業完了なんですよ。違う、
私は売れようが売れまいがお問い合わせが来る限り一件残らず対応する。しかも1秒でも早く。それだけなんですよ。ですので私に残留した返信はないんですよ。常に何の作業も残ってないです。なぜなら発生した作業をその瞬間消すからなんですよ。で、吉田さんの動画もコンスタント送られてきます。思い出すのは去年のことだったかな、年末にセールスがあるんでしばらくこのやり取りやめませんかっていう風なね、そんなメッセージいただいたんでちょっと葉っぱをかけたんですよ。売り上げのために頑張ってくださいと、私は後回しでいいですかという感じだったかなと思いました。そしたら吉田さんは案の定ですね、何くそと思って、じゃあやめないみたいな感じでね、まんまと私とのやり取りをしながらでも売上をきちっと作ることを成功させたわけですよ。そういう意味では偉そうなこと言えばね、私の仕掛けやコンサルがここで成功したってことなんですよね。しかも吉谷さんもおそらく私に対して同じようなことをしてるんじゃないかなと思うんですよ。もうね、自然のレベル、フローのレベル、意識しなくてもお互いを焚きつけて、お互いを励まして、お互いに適度なストレスを与えながらお互いを叩いてる、それがお互いの敬意として、信用としてね、この同じローを持つものとしてね、がっつり組んでるんじゃないかなと思うんですよね。で、これもですよ、多くのネットビジネスでなんとか人を当てたいっていう人がやらないことなんですよね。いや、やらないことをわざわざやってるっていうことばっかりじゃないんですよ。自然スタイルでいくと売り上げとかね、美味しい客とか無視してやりたいようにやったらこうなった、しかもそれで誰もカバーしない、いわゆるお客さんをゲットできてるわけですよ。私の場合はね、吉谷さん、この半年間生活保護の方、生活困窮の方、それから何ですかね、なんか非課税世帯ですか、正非課税世帯の方ね、入塾していただいてるんですよ。もちろん30万出せないことは言いないですよ。あなたの考えうる私に対する価格をあなたがつけてください。あとは交渉ですと。一応目安として頭金3万ってのつけてますよ。でも人によっては3万がねギリギリきつい、いや一括で30万でも OK、 いやいや久保さんの話だったら50万でも私は余力があるんで払いますよ。いろんな状況があるわけですよ。で、どんな状況があるか私は本当かどうか知りません。本当はお金があるのにないふりをして払ってるのかもしれません。それは私につけた値段なんで、それを私はね飲み込むしかないと思いますし、で、速稼塾に入った結果ね、あ、これは申し訳なかったかなと思えば追加入金あるわけですから、いや、そのために私やるわけですよ。別にお金のためにやるわけじゃないですけども、一つの証明なんですよ。今日も入金をいただきましたね、一人の方から。すでに入塾して何ヶ月も経つ方ですけども、今日も3万円の入金あったわけですよね。この方はどういうことかっていうと、私の動画を毎日見て元気をもらってる、パワーをもらってる、だから恩返しのために、そういう意味も込めてありがとうございましたというふうな形で払ってくれるんですよね。ある方は現金書き留めて、ある方は最近始まったんですけど、ペイペイでペイペイで3万ポイント送ってくるわけですよ。さまざまな支払いの仕方です。で、暗号通貨で払ってくださる方もいます、海外の方とかね。だからね、その私はお金に、数字に走ってるわけじゃないんですよ。数字を取ることはできますよ。それはそれだけのことをやってきましたし、トップアフィリエーターでしたから、数字を追いかけることをやめたんですよ。おそらく吉谷さんが数字を追いかけた時代、例えば経営戦略会議とかで会社の中でやったでしょ。とにかくお客さんの懐からお金を持ってくることが第一優先、その他のことは後回しだったから、多分吉谷さん苦しかったんじゃないかなと思います。でも商売の世界で勝ち上がる人にはそれが正義なんですよ。だけど私たちはね、多分そこから離脱したんでしょうね、きっと。そういった金持ちになることも憧れながら、でも自分の正義がある、自分のスタイルがある、気がついたらその私たちの吉谷拓郎久保哲郎スタイルは誰もがやらない山のね裏の道だったんですよ。そこには誰も踏みやらしたことのないお花畑がたくさんあったんですよね。このお花畑しっかりと育てていきたいですよね、吉谷さん。いや、そんな気持ちでね、今回自分だけのコンパスを作るっていう動画を思いながら、なぜかね、ここ7、8年のことを思い出して、走馬灯のように、いや、こうして走り続けてると毎日目にするのは吉田さんだけだなと。あとは出たり入ったり、いなくなったり、消えたままだったり、移ろいゆく姿だなと思いましたね。変な例えですけどね、なんかそのアダムとイブみたいなねなんか気持ち悪いんですか、でもそんな感じですよ。この地上になんかまっすぐ進んでるのは我々だけじゃないかなって気がしてきましたね。なんか不思議ですよね。もちろん売り上げのために右行ったり左行ったりっていうことも仕方がないと思うんですよ。ただ私たちも売り上げも気にしないといけないんですけども、それ以上にやることっていうのは、売れようが売れまいが目の前に悩んでる人がいるんだったらそれを全力で答えると。
でその人の悩みにどこまで向き合えるかっていうのが自分の資産なんですよ。そしてそれを周りの人に見てもらう。金にならないことにこれだけ一生懸命になってる人なかなかいないよ。ことにそれを見せつけるわけではないですけども、だって体動くのもしょうがないですよね。だって私ドカベン見てるんですよ今ね。ドカベンこれ見てください、吉谷さんね。ああ青春よって書いてるでしょ。この小さいポータブル DVD プレイヤーをね買ってきて動画を見ながらパソコン作業してるんですけども、今こうやってね返信動画を撮るためにストップしてるわけですよ。何をやってもあメッセージ来たな、吉谷さんかな、いやいや一般お客さんかな、視聴者さんかな、塾生さんかな、全部返信するために全ての動きをストップして即返信ですよ。しかもそこにはね私の言葉が尽くすまでは繰り返しますよね。まあこの辺でいいだろう、形は整っただろうじゃないんですよ。この心の中に溜まったものが全部吐き出るまでずっとやり続けて、それがねたとえ5分だろうと10分だろうと30分だろうと45分だろうと関係ないですね。場合によっては3時間、5時間、10時間やれるもんならやりますよ。でそこで私は心の中に溜まっている言葉が尽きることはないですからね。おそらく吉谷さんも同じでしょう。なぜならそれだけ周りから無意味だと思われていることにしっかりと対応してきたからなんですよ。で逆に私はね、吉谷さんここでね一つね、この動画見てる方にも言いたいと、そんなことやっても意味があるんですかという言葉に対して返す言葉、何もやらないことに意味があるんですかと。少なくとも私は何もやらないのと何かをやるのとでは残る意味っていうのは少しでも何かをやった方なんだと私信じますね。少なくとも小さな悩みに耳を傾けてそこにやりきったぞと、それはこの人に売るためじゃないと、私がこの答えにすら答えられないという汚点を残したまま次の質問に移ることはできない、次の視聴者さんに移ることはできないって、ただその思い、自分への挑戦です。無への無に向かって努力するって言葉に近いんじゃないかなと思うんですけどね。で今回はねまだまだ話すことあるんですけども、これだけ言えばあと残りの氷山の下の方9割ぐらいの思いは吉谷さんに十分伝わったと思いますので、次の動画どうぞ。